こんにちは、渡辺瑞香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2024年5月18日です。はい、ずいぶんね動画空いてしまったんですけども、自分でもこのままフェードアウトしてしまうのかと思うほどね空いてしまったんですけども、ちょっと今日はお知らせしたいことがありまして、暗号資産以外のことなんですけども、まあ、一応ねこのチャンネルなんで、はい、コインマーケットキャップは開いています。でね、もう今となってはこういう下の方にスクロールしないとねカルダネーダが見えなくなっちゃってるんですけども、まあ、一時70円割るところまで落ちたんですけども、今少し持ち直して75円付近で推移しています。今はねやっぱりビットコインの半減期の年っていうのはもうこんな感じですよね。もうちょっと上がったかなと思えば落ちてっていうところで、あるんだかないんだか分かんないような値動きをね一年中見せられてですね、まあこんな時はでも相場っていうことから言ったらもう街の相場としか言いようがないと思うんですよね。なので、まあ、こうやって待ってる間にもね楽しみな2025年、そしてもうちょっと長めに見て2026年1月2月ぐらいまで、まあ、ちょっと見通してもいいのかなと思うんですけども、今のところはねもう何とも言えない相場ということで、このままもう待ち続けるしかないかなと思います。で、待ってる間にもう私たち1年中ね何やってるかって言ったら税金ですよね。年がら年中私たちって税金払ってるじゃないですか。前、サラリーマンの方でしたね。サラリーマン OL の方でしたら、毎月出るお給料から所得税とか、保険料とか引かれていますし、もう本当にね、これよく見てみたらですね、お給料ちょっと増えたって言ってもですね、大企業の方はね、どうかわからない。大手企業の方はね、本当に増えてるかもしれないですけども、もう中小以下、私の会社もそうですけども、その中小以下の会社は増えたとしても焼け石に水で、結局1年前と比べてみるとね、保険料上がっているんで、結局なんか手取り減ってるんですよね、それでもね。こんな腹立たしい状況があるだろうかって、でも腹を立ててみたところで始まらない。やっぱり出ていくものは出ていきますし、これから増税だとか保険料がの値上がりだとか、あと物価上昇ですよね。物価の方は落ち着いてくる時期はあるのかもしれないですけど、とにかく私たちの稼いだところから持っていかれる、お金がこう増えることしか見えないというかね、ちょっとぐらいの減税っていうのはありますよね。6月からねちょっと減税があったりしますけども、それも焼け石に水っていうぐらい、今後やっぱり取られていくというんでしょうか、払わなければならない金額の方がね多くなっていく景色しか見えないとなると、やっぱりこのままだと私たちねもうどんどんもう少しずつですけども、こうね絞り取られていくっていう未来しか見えないので、そのためにもですね、投資ね頑張ってらっしゃる方多いと思います。暗号資産関係でもね、あと他の株式などでも、それと同時に、あと拾える小銭は拾っていきましょうということで、はい、今日ご紹介したいのはですね、特に税金、これから、今税金のこと話しましたけれども、納税者にとっても嬉しいキャンペーンなんですね。なのでお知らせしようと思いました。これ還元受けるために買い物するとかね、そういうだとちょっと本末転倒ですよね。余計なものまで買ってしまったりするので、ただ今回は納税者にとっても嬉しい企画がありましたので、特にカルダネーダの保有者の方、真面目にね納税確定申告毎年してらっしゃると思うんですね。そして新たに所得税を払い、そして固定資産税、自動車税、そして住民税ですね、地方税、住民税を、これから支払っていくことになると思うんですけども、その支払いに、はい、ちょっと金額は限られてしまうんですけども、最大 30% まで還元されるという企画を見つけました。それがみずほウォレットのリニューアルと、あと J コインペイという支払いに使える、ペイペイみたいに使えるそのペイですね、これがコラボレーションしまして、そのキャンペーンとして、これがお買い物だ、街のお買い物だけではなくて請求書払いにも還元されるというものなんですね。全加盟店での決済利用、アプリ内の請求書払い機能からのお支払いと書いてありまして、ここにはね税金、固定資産税、自動車税などの税金も OK で、あと調べたんですけど、やっぱ住民税も大丈夫みたいですね。後でその証拠の画像をお見せしますけれども、そして
何でしたっけ、何を言おうとした、あとあの公共料金なども大丈夫なようです。請求書払いに使えるって、ここがミソですね。で、まあ、あとコンビニよく行かれるとか、加盟店によく行かれる方も、買い物に使っていただいてもいいです。ただこういうのっていうのは、どうしても付き物なのは、条件がいろいろついてるんで、対象外の店舗、まあ、ファミリーマートなんかは対象外なんですけども、いろんな条件はついてるんですけれども、期間としては5月9日2024年5月9日から2024年7月9日まで のキャンペーンになってて、ただこれが予算が上限に達した場合は早期終了の可能性ありということなんで、まあ、私は悲しいかな、家も車もありませんので、固定資産税自動車税はないんですけれども、住民税に使えるんだったら、これね、6月以降住民税の請求が来ると思うので、それで使いたいなと思ってるんで、そこに間に合えばいいなと思っています。まあ、そのためにもね、やっぱりその前に準備を整えておくことが大事なので、はい、該当する方でやってみたいなという方は、J コインペイをダウンロードしていただき、これね、でもうちょっと説明を遅れてすいませんけれども、この 30% 還元を受けられる方というのが、みずほウォレットはもうすでにダウンロードしていたとしても、今回新規で J コインペイに登録された人に、まずダウンロードした、これをダウンロードした時点で500円もらえるんですね。で、なおかつ新規でみずほウォレットの方から J コインペイに紐付けをします、連携をさせます。でその操作についてもちょっと後で言いますのでね、ちょっとお待ちくださいね。でみずほウォレット側から J コインペイの方に連携させて、でそれを連携させると、まあ、新規でご利用の方は 30% までJ コインペイボーナスという形で還元されます。でその 30% っていうのが、まあ、最大いくらまで還元されるのかと言いますと、こちらですね、みずほウォレットの連携特典 20% 還元で上限が4000円までもらえますと。そして J コインペイボーナス還元債 10% 還元で、さらに上限2000円までもらえますと。だから新規の方は6000円までもらえて、それがまあ 30%還元なので、支払いとしてはその2万円までの支払いに該当します。なので 2万円までの支払いにつき30% 還元で、新規の方はみずほウォレット4000円 J コインペイボーナスとして、プラス 10% 還元で2000円。そしてまあ、J コインペイが新規でなかったとしても、まあ、これは全員が該当しますよということで、その全員に対してもう少なくとも 20% 還元されますよということなんですね。なのですでに J コインペイをご利用の方はみずほウォレットからですね、みずほウォレットから J コインペイに連携するという形をとって、そしてそれをすれば、まあ、2万円までにつき 20% 還元で最大、まあ、上限4000円までもらえますよということなんですね。なので、まあ、この辺の説明はよくお読みになって、あと街の買い物で使えるんですけども、その加盟店っていうのは結構あるんですよね。スーパーでしたら、イトーヨーカドーとか、まあ、アリオとヨークマートとかサミットとかありまして、あとちょっとあんまり私の知らない、まあ、私東京なんですけど、東京以外のね、お店に多いのか、まあ、このようなお店で使えますと。あとコンビニだと大体、まあ、有名どころは全部使える感じですかね。セブンイレブン、セブンイレブン、ミニストップ、ローソンなどで使えるということなんですが、ただ対象外、今回のキャンペーンの対象外店舗としては、ファミリーマートは対象外のようです。で、このページも下に貼って、ておきますので、よく見ておいて、ウェルシア、ドラッグストアなんかでも使えますね。まあ、ご自身がよく行かれるお店のお買い物に使っていただいてもいいという感じです。そして、対象外の、今回の対象外となる、お店なんですけれども、はい、コンビニだとファミリーマート、ニューデイズが対象外で、あと飲食店もね、飲食店でも対象外があって、あと郵便局、全局、も対象外。郵便局でも、逆に郵便局でも J コインペイって使えるんですね。で、あと病院、クリニックなども対象外ということになりますので、これは対象外の
リンクは、ここですね、対象外店舗はこちらって書いてあるんで、ここでね、よく確認してみてください。ということで、もしかして途中で予算上限に達した場合は、早期終了だったりとか、対象外店舗があったりとか、やっぱりね、ギブだけってわけにいかないんでね、何でもかんでも無条件にあげますって言うと、あちらが損しちゃうんで、やっぱり、みずほにしても、J コインペイにしても、それなりのこう狙いがあってね、やってるキャンペーンだと思うんで、いろんな制限がついてきます。そこは、気をつけてください。で、基本的なことなんですけれども、税金の支払い、これはちょっと参考までに出してみたんですけど、税金の支払いに関しては、税金とあと公共料金ですね、納付書30万円以下に印字されたバーコードを読み込みますということで、1回につき30万円以下、これにしか、これ以下でないとやっぱ J コインペイが使えないっていう感じですね。あと納付書に印字された場ば、あ、これは関係ないか。今回対象になっているのが、例えば、今、自動車税、すいません、自動車税固定資産税って書いてあるんですけども、こちらの、ELQR 地方税統一 QR、 この QR コードがを読み込んで、使うという形になっていますので、ちょっとね、見づらいかもしれないんですけど、この請求書ありますよね。こういう感じの、コードですね。これを読み込むみたいなんですね。なので、そこを目指してね、やっていただきたいなというふうに思います。これでね、税金にまでこの最大30%還元っていうのは、これはね、2万円までが上限なんですけども、それでも、ちょっとしたね、6000円分とかもらえれば、これをまた J コインペイで使えるボーナスとしてつくんで、お買い物にね、6000円分、お買い物に使っていただいてもいいですし、やっぱり昨今のね、物価高に対抗して対応していくにはね、こういうやり方をしてでもね、やっていくしかないかなというふうに思えるわけです。で、使えるお店も紹介したし、あと、これも出しましたし、あとこれですね、私はちょっと心配性なので、自動車税固定資産税まではいいけど、住民税はダメみたいなね、そんなことはないだろうかと思って調べてみたら、地方税、なので住民税も OK ということですね。あと公共料金の支払いもキャンペーン還元対象になりますかという質問に対して、J コイン請求書払いによる地方税公共料金の支払いも還元対象になりますと言ってますね。で、ここにちゃんとみずほウォレットリニューアル、 J コインペイボーナス還元祭コラボって書いてあるんで、これに関して質問に答えてるという内容なので、住民税も大丈夫ということになります。あと対象外のお店があることと、あとですね、いろんな操作なんですけども、連携のための操作ですね、みずほウォレットと J コインペイの連携の操作に関しましては、本当にね、懇切丁寧に説明してくださっているユーチューバーさんがいますので、それに関してはこちらの方の動画を貼っておきます。で、こちらの方はこの J コインペイに関して2本動画を上げてらっしゃるので、2つとも貼っておきますけれども、ちゃんとこの手順をね、説明してくださっていますので、こちらの方を参照していただければいいかなというふうに思いますね。ということで、これで大体言いましたかね。あとはね、もうご自身で、これをよく読んでいただいて、動画も見ていただければ、大体のところはね、把握できると思います。このようにしてね、もう年がら年中ね、税金を払わされている私たち、そして物価高にも対抗していかなければならない、そしてこの円安ですね、それに対してね、やっぱり自分でこう考えて、どんどん行動を起こして、それをこの日常生活の中に、溶け込むレベルまでね、やっていって、こう蓄財っていうのはね、できていくのかなというふうに思います。特にこの街の相場の時はね、やっぱ一旦価格って上がったら上がったで嬉しいんだけれども、冷静な判断ってできなくなるんですよね。で、そこで、ああ、買っとけばよかったっていう後悔から、今からでもっていう感じで高値掴みしてしまったりとか、とにかく下がってる時も冷静さを失うんですけれども、それ以上に上がってる時の方が冷静さを失いがちなので、今この街のこの相場の時にいろいろね、できることをやっておく、冷静なこう頭で考えておくっていうね、そういう対策も必要かなというふうに感じています。ということで、あとですね、これはもうしょっちゅうご紹介してるんですけど、今ちょうどね、画面が、こうなったんで、これも、フリービットコインですね。今、ビットコインの相場も落ち着いてるって言っても1000万超えてるんだから、すごいことですよね。この、サイトが始まった2017年はまだね、3、40万とか50万とか、
2017年なんで、最後はね、200万まで上がったんですけど、最初私が2017年にこのビットコイン見た時は、まだね、40万円台ぐらいだったかな。それがもう50万円台、あっという間に80万円台、そして100万、200万みたいなね、感じで上がっていった記憶があるんですけど、その時からね、私、このサイトのお世話になっていまして、これね、1時間に1回、このロールっていうところを押すとですね、こう数字が出てきて、この数字に合ったビットコインをね、1回につき、1時間1回につきもらえるというね、そういうサイトになっています。で、これはいつかもしかしたら飛ぶかもしれないことを覚悟でやっていただきたいので、入金はしないようにして、ただこうポチポチ押してビットコインもらうだけみたいなね。ちょっと頭が冷静な時にこういうのをポチポチやりながら、コツコツポチポチやりながらね、ビットコインを貯めておくというのもいいかなと思います。で、私、ここから3回ビットコイン引き出しているので、引き出しはこのサイトが続いている限りは、できると思います。そこは3回とも大丈夫でした。ちゃんと、出金ができました。ということですね。それと、あと、これちょっと嬉しいなと思うのは、3万サトシ以上貯めると、年利 4.4% 以上つく、4.08%つくんですね。ここもなんか嬉しいサービスだなと思いますので、もしよろしければ、これも、お楽しみ程度にね、いつもこの動画の下の概要欄のところに貼ってありますので、よろしければご利用いただければというふうに思います。ということで、今回ね、これで、2万円でもね、たった2万円であったとしても、こんなにね、還元受けられるっていうのは、かなり大盤振る舞いだなというふうに思いますので、もし、税金という形はなかったとしてもね、よく行くお店などあれば、利用できますし、いろいろその方のニーズに、ね、一人一人のニーズに合わせて、利用していただけたらいいかなというふうに思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。